じゃあそれでは時間になりましたので宮下最終候補宮下の強いというタイトルで最初に少しだけ私小形が宮下先生の業績などを少しちょっとだけ紹介させていただきたいと思います。宮下先生これ理学部のビデオ のページがあるんですが、タイトルは揺らぎの統計理学ということになっていて、本日のタイトルは揺らぎの物理学ということで、タイトルちょっと揺らいでますけれどもこの辺話をしていただけると思います。それで宮下先生は1954年2月9日の氷河の彫刻研究所に入ります。実は非常に個人的な話なんですが、私と同じ誕生日で私が非常に親しくここの東京大学の理学部物理学科を1976年に卒業されまして、そのまま大学に進まれて81年に彫刻研究室で博士課程を修了されました。途中カナダのアルバート大学などに対して共同研究などを行っていました。でその後すぐなんですがここの助手に採用されまして、活躍されました。で実は私が学生の頃この宮下先生が助手の頃、学生でして演習とか習った覚えがあります。その時から非常にエネルギッシュな先生ですごい先生がいるんだなとずっと感心しております。その後は1988年に京都大学に移られて、それから1992年にその人間環境学研究科というところに組織がありました。その後1995年に大阪大学の理学系研究科の方に移られて、それからさらにその4年後1999年に今度は東京大学の工学系の研究科の物理工学専攻に移られ、その後2004年に高校の留学コースに移られています。このような経歴でいろいろ渡り歩いてこられたで、研究内容はこれから十分話していただくと思いますが、争点委員会現象を中心にいろいろなものを見られています。もう書ききれなくて絵と写真と重なっちゃうぐらいで、詳しい話はこれからいろいろ出てくると思いますので、これは、リストアップしただけで、あと最後にいろいろ他にも研究以外にもいろいろ活動されておりまして、日本物理学会の理事とか、特に我々の馴染みがあるのは会誌の編集、学会誌の編集委員長もされましたし、理論物理学観光会というのはプログレスの雑誌の編集を長らくやられています。特にいろいろ大学を渡られましたので、特筆すべき一つは工学研究科の物理工学専攻でも専攻長ここでも専攻長多分東大で唯一のダブル専攻長だったんであとは井上学術賞だとか、あと2011年に実はフランスのベルサイユ大学の名誉博士号を取られているということで、オクトーノリス博士の読みわからないんですけども、そのフランスと の共同研究のいろいろ作業がありまして名誉博士号をもらっているということです。というわけで簡単な紹介ですけども話のところによりますと1000ページ用意されたというのはいや、そうです、かなりその話をリバイスされたと思いますが、びっくりしましたが、緒方先生どうもありがとうございました。いろいろ丁寧にご紹介いただきまして本当にありがとうございます。今日は私 の最終講義ということで揺らぎの物理学、少しタイトルがぶれているということでしたけれども、それに関してお話しさせていただきます。
早速ですけれども、先ほど尾形先生、僕これよりもずっと丁寧にあのリストアップしていただいたんですけれども、大体その、あの主には大きな揺らぎの下での多様な争点ということで、争点といっても一筋縄でいかない争点を、まあ、これまでいろいろやってきました。まあ、そこでは、まあ、定時現性とかフラストレーションとか量子揺らぎだとか、まあ、順安定が緩和するとか、まあ、いろんなも面白い問題があるので、それを、まあ、大体時間順序に沿ってあの少し前後すると思いますけれども紹介したいと思います。先ほど1000ページということでしたけど、だいぶ減らしたんですけど、まだ相当たくさん残っているので、なんとか終わりまでたどり着ければいいと思います。それで、まあ、あの最初恒例によりまして、最初ちょっと自己紹介ということで、私はあの兵庫県姫路市の出身です。それでお城の町姫路ということで、そこであの昭和29年にあの生まれました。それであの誕生日はあの個人情報だということで隠してたんですけども、先ほど尾形先生がもう紹介されてしまったので隠す必要なかったかもしれません。それであの高校、小学校は幼稚園は城南小学校というところで、その後小学校が城南小学校、それで白露中学校、この3つはですね、お城のすぐ近くの、基本的に同じキャンパスのところにありまして、事実上10年間一貫教育と、私立の10年間一貫教育というようなところです。で、高校は兵庫県立の姫路西高等学校というところに出ました。で、18歳の時に上京するということになりました。それで学生時代ですけれども、東京大学の理科一類に入りまして、入ったんですけれども、当時まだその学生運動の名残といいますか、学費値上げのちょうどその真っ最中でして、まあ、もちろん入学式はもちろんありませんでしたし、授業もありませんでした。それで授業がないので、一度姫路までまた戻ってですね、自宅待機をしているとですね、教務課から電話かかってきて、早く出てこいとか電話かかってきて、それでやっと1ヶ月か2ヶ月してから授業が始まったという覚えがあります。大学の、それで2年後に物理学科に進学したわけですけれども、その学科での大きなイベントといいますと、5月祭とニュートン祭というのがあるんですけども、ニュートン祭でですね、我々結構その当時としては斬新に、歩行者がですね、こういろいろこうお互いにこう2つが両方から歩いてたくさん人が歩いてきた時にぶつかってガチャガチャになると、でそういう時のエントロピー、そういうものの混乱さをですね、どういうふうに解析するかと、今から考えても結構斬新な。それで当時ですね、銀座のソニービルというのがありまして、そこにスクランブル交差点というのがあって、その四方からこう人がわっと集まってぐちゃぐちゃとこうぶつかるんですけども、それをビデオに撮ったりしてですね、解析したりしました。でそれでその解析した時にですね、なんかその変なモデルを作ってですね、解析しようということで何かモデルを立てて計算したんですけども、そうするとそのエントロピーがですね、こう振動するんですね。それでエントロピーが振動するのを見つけましたと言って、ちょうどその久保健の研究室に持って行ったらですね、一言、エントロピーは振動しませんと。エントロピーは確かにですね、勢いというか一方的に増えるんですけども、勢いはありませんから、その振動することはない、そう言われて、確かにそうかとか思って、その頃からこう揺らぎとかエントロピーとかに興味を持ちました。それで本当に振動しないのか、例えば第二音波はどうなるかとか、最近島野先生ともヒックスモードがなんで振動するんだとか、いろいろ議論してもらったりもしましたけど、それでそういうのをちょうどお見せしたかったんですけども、いくら探し回ってもですね、資料がどこにしまったか分からないので、写真はニュートン祭の写真になっています。それでちょうどそれで大学院に進みまして、大学院はいろいろ面接して、ちょっとその運勢というのをほっときまして、その何がやりたいですかと言われた時に、ガラスの税制破壊って言ったんですね。それなんでそんなこと言ったかというと、ちょうどその前に朝日ガラスの工場見学がありまして、目の前でブラウン管をバーンと割ってもらって、バキバキバキと割れるんですね。それもそれに感動して、これは絶対面白いと思って、日々が割れるのはなんか量子化しているに違いないとかって、なんとか変なことも思ったりして、そういうことをやって、研究室に入って渡されたテーマがスピングラスだったんですけれどもそれで卒業論文はいつも卒流文集とか読んでますけれども、それが揺らぎという名前についてまして、これ何かの縁だと思います。それで大学に入りました。それで大学院に入って、久保先生のグループの鈴木正夫先生の ところで、いろいろ統計学の勉強をしました。それで主なテーマは先ほど申しました争点と、でここにあるのは久保健、写真出てますのは
よく結構こまめに遠足とかスキーとか行ってまして、久保先生、鈴木先生、和田先生と、あと皆様ということで、こういうこともまあよくやってました。それで、まあちょっとちょっと事情っぽくなってしまいますけれども、そもそもじゃあ揺らぎというのはなんかフラフラしたものですね。物理学というのはなんかいつもきちっとしているというイメージがあるかもしれませんけれども、だからそのなんかフラフラしているというのはちょっと僕が興味持ったんですけども、じゃあそういうものをどういうふうに扱うかと、これ一応物理学で扱うわけですから何らかできちっとやらなきゃいけないわけですけども、そういう意味では乱れの定量化ということがまあ大事になります。で、まあ、そこでですね、今あんまり我々有限温度の物理学なんて呼んでますけれども、その有限温度性はある、まあ、皆さんよくご存じの熱力学で、そこで一番大事なのは温度とエントロピーですけど、この圧力とかケミカルポテンシャル、まあ、いいことしてこの TDS、まあ、ここにその全てが集約しているわけですね。ですから乱れがあるということを、まあ、温度とエントロピーというものでも表したというところが、まあ非常にこれなかなか感動的なもんで、これちょっと授業を聞いただけではなかなか感動、その醍醐味が分からなくて、まあ、普通ですね、こういうのは授業、熱力学の授業を教えるようになって皆さんかん、その美しさに感動してですね、まあ、みんな教科書変えたりするわけです。それで、まあ、じゃあ統計力学は何かで、統計力学はむしろその熱力学で非常に一般的な方法なので、個別の問題には個別の問題の性質を使うことはできません。ですから個別の問題はその個々の問題からハミルトンには与えて、そこからマクロの計算をすればいい。でそういう方法をまあ与えるのが統計力学ということで、まあ、計算はいろいろそのうんちくはありますけれども、結局のところ計算するのはこの分配関数を計算できる、要するにエクスポネーションの方にエネルギーを上げて足し算すればいいということで、まあ、統計力学の本質はもう結局この足し算につきます。いかにこの足し算をうまくやるかというのが、まあ、統計力学のまあ味噌みたいな。でそれでじゃあそういうところでその、まあ、こう揺らぎというものがまあ捉えられたとして、でそこでまあ一番面白い現象はこの、まあ、揺らいでる世界の中でですね、マクロな確実性を持って現れる相転という相転現象というのがあるわけですね。それがもうきちっと現れる。で例えば99度の時にはまだ液体ですけども、101度になると沸騰するわけですね。ですからそういうことはきちっと起こるというところがまあ味噌なところ。でそれでそれに関して、それはまあよく言われるのは、その物事を揃えようとする秩序を与えるエネルギーと乱そうとするエントロピーの効果と、まあ、よく言われて、それをちょうどその引き算してフリーエネルギーがまあ出てくるわけですけども、このでもこのフリーエネルギーはまあ先ほどの分配関数でまあこういうふうに計算できるというのよくご存じだと思いますけれども、これはですね、エクスポネンシャルのこういう足し算ですから、何回微分しても絶対に何ともならない。エクスポネンシャルですから何回微分しても何も変化しない。でこういうものをただ足しただけで果たして相転が扱えるんでしょうかと。例えばこの沸騰現象ですけども、粒子がこう今いっぱいいるとします。でそれをずっと見てるとですね、あるところで急に液体になって急に固体になるというようなことが起こるわけですね。でそういうような特異性がですね、果たしてこの輪で表せるのかどうかと、それがまあ極めて疑問だということで、実はファンデアワールスの100歳の記念の研究家の時点ではまだこれに関して、ちゃんと統計力学で相転が扱えると思う人、思わない人という感じで大議論、有名な先生方が2つに分かれて結構議論しているみたい。でそこで有名なワーニアクラマース先生が座長だったらしいんですけど もそのついにその投票したらしいです、できるかと。それも結構結果は半々ぐらいだったらしいんですけども、今となってはまあそういう想定と、こういう気体液体、こういう想定だとか磁石になるだとか、まあ、超伝導の中で何が起こっているか動かりませんから書いてませんけれども、その、まあ、とにかくこういう想定というのがまあ出てきていると、まあ、そういうような感じです。それで、まあ、もちろんこれで扱えるか、それで答えはイエスです。でこれが、ちょっとこっちの方がいい、でもこれ進めるときにこっち使う、見えにくい、あ、じゃあ そうそれでですね、それを表したのが、このオンサーガーの二次元一次元の厳密化です。これは、まあ、ある意味で非常に数学的なトリックで、あ、トリックという数学的な非常に話ですけれども、これの大事なところは、先ほどのような疑問があったときに、これちゃんと本当に物理学で扱い、こういう相転が扱えるんだということをちゃんと示したということが極めて画期的で、まあ、例えば現代物理学というとよく量子力学、相対論とかありますけれども、まあ、それに匹敵するぐらいの重要な発見じゃないかと思います。
まあ、と同じモデルを使いまして C.N. ヤン先生が対称性の破れ をちゃんと論文にまとめたというようなことで、こういう意味で、まあ、統計理学ずいぶん進んだわけです。それで、まあ、そういうことでですね、じゃあそのイージングモデルってどうやって起こるのか、まあ、ちょっといろいろ僕は理論なのであんまり見せるものがないので、まあ、とにかくここで見ていただいて分かるようにこの赤と青のこういうものがこうもうせめぎ合ってこう動くわけです。これ赤が勝つか青が勝つかというのをこう先ほどお見せしようと思ったんですけども、この赤が勝つか青が勝つか、この今だとちょっとちょうど半々ぐらいですけれども、どちらかがこう、まあ、勝っていくというようなことが、まあ、見えるわけです。残念ながらちょっと見えませんでしたけれども、まあ、そういうことをまあ調べていくということになります。それでじゃあそういうことでその争点というのは、まあ、イージングモデルだけじゃなくていろんなモデルがあってですね、例えば先ほど言った超伝導だとかいろんなタイプの争点があって、まあ、いろいろな分類があります。そこで、まあ、タイプによっていろんなタイプがあるということで、それをタイプがあるということは違うタイプもありますけれども同じカテゴリーに含まれているものがあると、そういうことで、まあ、そういうこと普遍性ということが非常に大事になってきて、まあ、そういう想定の分類というようなことが随分進みました。でこういうことはですね、僕がちょうどまだ学生だった頃にもうすでによく調べられていてですね、まあ、だからそういう意味では研究はこういうことからさらにどういうことをやるかということになるわけですけども、先ほど言いましたように想定が熱揺らぎとその秩序のせめぎ合いと揃おうとするか乱すかということで、まあ、勝負が決まるわけですけども、そういうことだけでは話がつかないような一筋縄ではいかない想定と、まあ、いろんな状況の下で変わった想定が現れますと、まあ、そういうことをいろいろ調べましょう。そういうことで、低次元性とか相互作用のフラストレーションだとかランダムネスだとか量子力学だとか、まあ、いろんな効果があるとですね、想定が、まあ、いろいろバラエティを持ってくる、まあ、そういうものを新しいタイプの秩序化ということで調べていきました。それで大きな揺らぎがある系での想定に、まあ、そういうことを指すわけですけども、今からそういうことをまあ順を追ってお話を進めていきますけれども、まあ、詳しくはですね、そこに書いて緑で書いたレビューのペーパーだとか下のいろいろ教科書とかもちょっと書かせていただいたので、興味がある人はご覧になってください。それで、また久保健の思い出の写真ですけど、まあ、遠足に行ったり、そのスキーに行ったり山登りをしたりしました。山登りはですね、八方尾根の頂上に嵐の中を登ってですね、ほとんど遭難寸前まで行ったと。あそこに写っているのは今田先生と川村先生と私です。もうちょっとで全員遭難というところまで行きましたけれども、それで、まあ、これは私がいつもこの物理教室では4年生の初めに教室 の紹介というのをやるんですけども、これその時に使っていたもので、私の研究所、まあ、揺らぎの物理学、ここはちゃんと物理学になってますけれども、それで、多体現象の普遍的性質と、それで相互作用モデル現象のモデリングと制御というのを、まあ、モットーにして今研究を進めてきた、まあ、下にいろいろ書いてありますけども、まあ、まさにいろいろ書いてある、まあ、でもある意味でこう全然違ったのがいっぱい書いてあるように見えますけれども、まあ、ある意味統計理学のいろんな側面だと思っていただければと思います。それで、まあ、早速ですけれども、じゃあ例えば低次元系だと何が起こるか、さっきこういうふうにきれいに揃うと言ったわけですけれども、これちょっと話がだんだん細かくなりますけれども、ここを見ていただくと、こっちは上向いてますね、こっち下向いてますね、それをどっかでポキッと回れるんじゃなくて連続的に変われるものというのでぐるぐるっと回れちゃうんですね。でぐるぐるっと回っている時というのはこれもうエネルギーほとんど損しないということで、ぐるっと回るというようなことがあると想定がこう非常に起きにくくなると。二次元ではそういう意味では長距離ずっとつ長距離、秩序というものが出てこないというようなことが、まあ、知られています。でそういう時でも何か変な想定が起こるんだということで、それが一昨年かの有名になったコスタリチサウレスの争点というものなんですけども、そういう時にはここに書いてあるようなこの渦というようなものが重要な役割をします。でそういうものをまあいろいろ解析したりしたわけです。ところがこれは私 修士論文かドクター論文どちらかですけれども、
その論文では残念ながらですね、コスタリッチサウルスとはどうも起こりそうにないというような結論を書きました。なぜかというとシミュレーションを見るとですね、そんな渦ついとかそんなも出てこないんですね。ぐちゃぐちゃってしてるだけで、それで、そういうメカニズムもないんじゃないかと、そういう話を、したりしたわけですけども、実際にこうシミュレーションをやってみるとですね、そのこういうシミュレーションやって、これ先ほどきれいに渦が見えてましたけども、これちょうどその渦がバラバラしたところから渦が揃っていくとですね、こういうそのここがこういう渦がありますね。こっち側にこの変なつむじみたいなものがありますね。これがプラスの渦で、こっちがマイナスというわけです。でこういうものがくっつくとこうきれいになるわけ。そういうふうにしてどん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 きれいになっていって結局は揃うわけですね。ですからそういう揃っていく途中にはきれいに渦が見えるんですけども、平行状態になってしまうとそんなに渦が見えない。そういう意味で渦なんか出てこないというようなニュアンスのことを論文に書いています。で当時はですね、まだコスタリッチサウルスといってもまだ完全にエスタブリッシュしていなくてですね、当時の偉い先生方はそれぞれの理論を出してですね、私はこう思うというのはもういっぱい論文が出てましたから、我々もそういう非常にどちらつかずの論文を書いてしまいました。それで、でもじゃあもうちょっとちゃんと調べようというので、その量子モンテカルロ繰り込み群というのがあります。シミュレーションするだけじゃなくて、その見てシミュレーションやって、それをある意味でこうだんだんどんどん組織化していくんですね。で組織化していった時にスピンがバラバラだったら、バラバラだと平均するとどんどん縮んでいきますから、その縮んでいくと、でそういうものをスピンの長さのこういう、ちょっと量を使いまして、それでそれを調べると、どんどん組織化を進めていきますと、こういうふうに変化します。でこれ見るとですね、なんとなくこの辺でこっち行くかこっち行くかが決まっている。だからこの辺が争点点だろうと思って、そのピクチャーはですね、いわゆるコスタリッチサウルスのこのいわゆるこの有名な流れ図に、ある意味で相当しています。それで実際この温度大体 0.9 度ぐらいですけれども、その温度でその先ほどちょっと面倒くさいですけども、スピンの相関関数というのを調べてみて、そこのべき関数を調べるとですね、ちょっと計算するとそういうのが計算できるわけですけども、ちょうど4分の1と、これコスタリッチサウルスで予想されていた値、そういう意味ではコスタリッチサウルスの気候と整合性がある、そういうことが分かって、そういうこと、そういう研究も進めたわけです。そういうことは当時ですね、結構話題になってまして、危険の研究会、ローディメンショナルなシステムズの研究会とかで、でその時、一番問題になってましたのは、一時定になるのかコスタリッチサウルスになるのかと、そういう議論がいっぱいあったわけです。それは実は斉藤由紀夫先生とかがシミュレーションされたんですけども、先ほど出てきた渦がですね、すごく出やすい状況にしてやると一時定なんですね。で渦がある程度しぶとく粘るようにしておいてやるとコスタリッチサウルスで、それでちょうどあるところで入れ替わるというようなことがその後分かったりもしました。さてと、それでちょうど学生時代はその鈴木先生がサバティカルでカナダに行かれた時にちょうど修士だということで連れて行っていただきまして、実は修士論文はカナダで書きました。それで有名なオイトマベッツの論文の数値計算の解析を、私は変分関数で計算したり したり、あるいはスリステッドポッツモデルの級数展開というものすごい長大な級数展開のをやったり、そんなこともしました。でこれはちょうどその時にあったスタッドフィズのカナダだったスタッドフィズで、倉本先生とか安倍先生、鈴木先生、久保先生、こういう先生方の案内をしたりしました。であと鈴木先生、フィッシャー先生のところに連れて行ってもらった時の写真とか、久保先生と山井のことです。こういうのがあります。それでそれでドクター論文は長距離秩序を伴わない争点と、要するに揺らぎが大きなけども争点を起こすというような、先ほどの、コスタリッチサウルスみたいな話と、あとスピングラスの話を、したわけです。それでその後、先ほどご紹介にあったように、東大京大阪大ということで、進んでいきました。それでその助手時代といいますか、先ほどはその低次元性のためにこうずるずるずるっと回って想定長距離が秩序が出ないということだったんですけども、もう一つもっと露骨にですね、その相互作用の間に矛盾があると、先ほど揃うか乱されるかという話だったんですけども、揃うときにどう揃っていいかわからないと、そういうのフラストレーション相互作用の矛盾というんですけども、システムがどう揃っていいかわからないときにじゃあどう揃うのかと、そういう問題が出てくるわけです。
でもだから例えばこれ、例えばこの青い線はこう平行に並びなさいという意味で書いてあります。そうするとここを平行にするとこうきますね。ここを平行にするとこう、ここを平行にするとこうやって全部揃うのかなと。この太い線が反対向きに揃いなさいという想像されたと。ここのスピンはですね、こっちから見ると下向きたいし、こっちから見ると上向きたい、分かんなくなってしまう。三角形だともっとここもう両方揃っているとここどちらかな。そういう意味でこういうふうにその相互作用がどう揃っていくか分からないときで、じゃあ何も起こらないのかというと、でもとにかく温度を下げていくと相互作用があるわけですから何とかするわけですね。まあ、そういうことを体温バランスでいろんなことが起こると、まあ、そういうことをまあやるわけです。それでそういうものが、まあ、じゃあどういうところが出てきたのかというと、そのスピングラスという現象から出てきました。でスピングラスというのはですね、こういうことがぐちゃぐちゃともういっぱいランダムに混ざったようなシステムでして、その、いわゆるランダムネスとフラストレーション両方ある問題と、まあ、そういう問題に関しても、まあ、これすごい難しい問題で今でもまだいろいろ議論が進んでいるところですけれども、まあ、ちょっと面倒くさいことを飛ばしますけれども、我々実空間からのアプローチと、フラストレーションがあるということはシステムがある意味で壊れているようなものですから、相関が伸びにくくなっているわけですね。でそういうものを使って、まあ、パーコレーションといいますか、つながっているところとつながっていないところを、まあ、うまく分けてですね、でそういうことで、まあ、いろんなことが起こるんじゃないかとか、まあ、あるいは厳密に解けるモデルにマップして発散の仕方がいろいろ変わるんじゃないかと、まあ、そんなことも調べたりしました。しかしでその後ですね、そのスピングラスは、まあ、非常にパリジレプリカシンメトリーとか非常にそちらの方はそちらの方で随分進んでですね、研究が進んでいったわけですけれども、まあ、ちょっと問題は私には難しすぎるということで、ちょっと日和りましてですね、フラストレーションだけあるけと、要するにランダムネスなしと、きれいなシステムでフラストレーションがあるけと、そういうのはまあそれなりに扱いやすい、まあ、それが先ほど言いました四角格子にこうなっている系だとか三角格子ですね。でこういう時こういう単純な系ですと、さすがにこの系はちゃんと厳密に解くことができまして、この有限温度の想定がありません。ですから結局揃いきれないですね。有限温度では結局揃いきれない。しかし絶対零度で何となく揃った兆候を見せます。ですから、まあ、そういう意味で何とかシステムは揃おうとしてるんだなということが分かるわけですけども、それを三角格子の上にちょっとその鼻薬をつけて、一つ置きに揃いなさいというような相互作用をちょっと入れてやるとですね、まずはこの黄色のサイトを置いてきぼりにして、この例えばこの赤と青の六角形がありますけども、この六角形は別に問題ありませんから、上下上下上下揃って、真ん中はどうしてもどうしていいか分からなくなるから、そのまま揃わないでいい。これがいわゆる有名なパーシャリーディスオーダードフェーズってやつで、それで、まあ、もうちょっと低温になると、まあ、全部揃います。そういうようにサクセッシブに想定が起こると、まあ、これは言ってみればですね、相互作用のために秩序変数といいますか、どう揃うかというユニットがちょっと大きくなってですね、1個のスピンではなくて3つがセットになって何か起こると、そういうことで、まあ内部構造が起こって想定が起こるんだと、まあ、そういうことがまあ言われました。でこれはまあ目方先生たちがやられたんですけれども、方法論がまあある意味分子は禁止、少し近似的な方法でやったので、こういうこと本当に起こるのかどうかということが、その後ずっと長く議論が進みました。それでまずこのモデルを、じゃあその本質をつかんでいると思われるこういうクロックモデルという、要するにアップアップダウンとかアップダウンアップだとか、まあこういうものをこの矢印のそれぞれに割り当てますと、角度がこうちょうど60度ずつ回転するような6乗タイプクロックモデルというモデルにマップされるということが分かって、そのモデルをいろいろ解析するという方法が進みました。でそれでそのモデルで確かにですね、高温では無秩序、低温では低温ではちゃんと揃うと。で途中にそのいわゆる先ほどお話ししましたコスタリッチサウレス的な長距離秩序はないんだけども、何か変わったオーダーがあると、ちょうどそういうふうにサクセッシブの想定があることが分かった。でそういうことが分かったわけですけれども、残念ながらこの真ん中の層は先ほどの PD 層では全くないわけです。コスタリだからちょっと違う。でじゃあ3次元したらどうかという話も進みまして、3次元まともにやると実はなんか2つ想定がありそうに見えるんですけれども、実は丁寧に調べるとこ1つしか想定ないことが分かります。
それでじゃあやっぱりあれは見かけのもん、あの分子場近所は見かけのもんじゃないかという話もなったわけですけども、でそこでその轟さん、あの上野先生のところで修士取られましたけれども、こういうパーシャリー少し変わったこのアップアップダウンとダアップダウンダウンの、まあ、混ざったような状態が出てくるというようなモデルを、まあ、作られました。で轟君はドクターコースを私たちのグループに来たので、そのアイデアを使ってですね、先ほどのスピングラスというものを、まあ、調べてみると、確かにスピングラスごめんなさい、三角格子のネクストニアレスネーパーのモデルを調べると確かにですね、想定を起こします。で大事なことは、まあ、別に想定を起こして、まあ、そうですかという感じですけども、何が問題になっているかというと、ここがこれここで想定を起こしているんですけども、ここ比熱が何もないんですね。ですからでも起こっている想定は一時想定です。一時想定というのは線熱を持ってボンと起こるはずなのに何も起こらない、これが最大の問題だったんですけども、それも、まあ、ちゃんとそのうまい理屈をつけて解決して、まあ、だから結局はそういうこのメカニズムがスピングラスのメカニズムになっているんだろうと、まあ、そういう話にもなりました。で、まあ、そういう問題もありますし、まあ、さらにですね、フラストレーションがあるとですね、このリエントラントとかスピンの若返りとかそういうような現象もあります。これどういうことかと言いますと、これ例えば赤いスピン2つあって、これは直接的には反対向きたいと思っているんですけども、この間接的には揃え揃え揃え、ちょっとこの間接的に揃う揃えたいと、こういうシステムでやりますと、もちろん低温ではエネルギーが得な2本でつながってますから、でパラレルに揃うんですね。でところが高温になりますと、この途中で誰かを介しているということで、これが効果が薄れてしまうんですね。ですから高温の方では今度は平行に揃う、半平行に揃います。ですからそういう意味で高温の方では反共時性的な反対向きに揃おうとしているのに、低温の方では平行に揃うと、そういうことが平気で起こります。まあ、こういうことをちゃんと考えると、ちゃんと想定としてそれを起こすこともできます。ですからちょっと北谷さんと一緒にやったんですけれども、少しこういうモデルを考えると、高温からいくとパラと書いてあるのはディスオーダー像で、フェローを通って共時性に想定、これ本当に想定を起こして、一回溶けてもう一度アンチフェローに戻ります。リエントラントというのはこの一回溶けるというところで、まあ、リエントラントというわけですけども、そういう意味でその温度によってですね、揃い方が変わるというようなことが分かる。だからそういうことが、まあ、スピングラス の, 大事なメカニズムになっているんじゃないかと、まあ、そういう話になりまして、これ実験ですけども、実験の方でこの温度でやってずっと緩和させたらここまでいったんですけども、温度をもうちょっと下げるとまた違う揃い方をすると、また違う方を揃える、まあ、そういうようなことが分かって、作例の人たちが、まあ、こういうのをやったわけですけども、そういうことの説明にも使えるんじゃないかと、まあ、そういう論文も書いたりもしました。これ作例のグループのこのバンサン・デュプイさんというところのドクター論文の審査会に、まあ、読んでもらって出た時です。それであと、まあ、フラストレーションがあるけど、最も大事なのは先ほどちょっとエントロピーと話しましたけれども、エントロピーの効果で、エントロピーというのは先ほど乱す方に、物事を乱す方の話だと言ったんですけども、エントロピーのせいで揃うというような現象もあるんですね。それはオーダーバイディスオーダーと、こうディスオーダーによるオーダーと、まあ、こういうふうに呼ばれたりもします。でそれはどういうことかというと、まあ、これちょっと説明すると面倒くさいので、漢字だけ使うのこれいただくと、ここがアップダウンアップダウンアップダウンとこうなってます。ここはフリーになってますね。でそれで先ほどの上か下かだけですと、これは上になっても下になってもまあいいわけですけども、スピンがもし大きいと、例えば長いスピンですと、ここにいる自由度が、まあスピンの言葉で 2s プラス1個の縮体を持っています。ですからこのフリースピンといいますか、こういううまく囲まれた場所がたくさんあれば、たくさんあるだけエントロピーが稼げるんですね。でそういうことを利用するとですね、この先ほど言った PD 層、このきれいにその六角形を組んで真ん中が抜けていると、この構造が一番そういう場所が多いわけですから、その状態がエントロ場合の数で相互差で選ばれるんじゃなくて、場合の数が多いということで選ばれる想定があると、
で、スピン2分の1の時はさっき言ったように何もないんですけども、スピンがある程度以上大きくなると長距離秩序に出てきますよと、まあ、そういうような話をまあしたりします。だからその相互作用の競合があるとですね、もうあの揃い方にもいろんなパターンがあって、その乱れによって揃うこともあると、まあ、そんな話も。それで、先ほど今までお話してたのは上か下かを向く話だったんですけども、そのスピンがこう連続自由度を持ってきますとですね、この揃い方がですね、困らないでこういう120度構造を取ってですね、まあお互い嫌い合ってるんですけど、まあそれなりに落ち着いた格好になる、まあ、そういうことが出てくるとですね、今度はですね、一個一個のスピンというよりは揃い方がこのこういう120度構造と、こういうものも単位にして揃い始める。そうすると一個のスピンじゃなくてこういう立体的なものの変形になってきますから、そういうふうになってきます。そういうふうになってきますと、まあ、それぞれの対処性を利用して、まあ、いろんな争点が起こると。でまずその面なりスピンがあるときというのは、このこう揃うかこう揃うかと、これ120度ずつ進んプラスで進みますから、プラスの帰られて、こっちはマイナスの帰られてと呼ぶわけですけれども、まあ、こういう帰られての間のがちょうどイジングモデルのようになって、その帰られて側を出してスピンを出すと、まあ、そんな格好の作成式の等で、でこれどっちが先に起こるかというのは大問題になりましてですね、僕たちの論文ではなんとなく変えられてが先に起こるんだというニュアンスで書いてます。でその後ですね、むしろ逆のこっちが先に起こるというのが世界的に主流になりましてですね、しばらくあれだったんですけど、また最近盛り返してこっちが優勢になってます。で今一応こちらが優勢になったまま続いてますから、まあ、一応いいんじゃないかなと思ったりもします。で今度はですね、先ほどは面なり固定してたんですけど、この120度コードがこの立体的に動けるとか、ハイゼンベルグになっていることか、これ川村先生と一緒にやった話ですけれども、どうなるかというと、このこういうものがこういうふうどう揃うかという、こうなってくるとですね、手でこうやってもなかなかわからないわけですね。先ほどまでだったら何だかまだ分かったんですけど、そういう時にはこの数学的な方法が非常に使えてですね、こういうものをこうやって動かすというのが結局どういうふうになるんですかというようなことをやるのは、こういうホモトピー群の分類というのを使うと非常にきれいにいくと。そういうことを調べるとですね、こういう変わった渦がやっぱりあることが分かる。それは Z2 渦とまで言って、ちょっと先ほどの渦とちょっと性質感が違う渦なんですけども、まあ、そういうものがあると。で、まあ、それによって争点があるのかないのか、まあ、これも今いろいろ議論があって、まあ、未だに今研究が進んでいると、まあ、そんな感じです。それで先ほどこれでもイジングモデル、XI モデル、ハイゼンベルも3つ済んだんですけども、もうちょっとそのイジングライクの、今度はイジングモデルなんですけども、ちょっと予後成分もあると。でそういうもので考えると、オーダーパラメータはこんな格好してます。アップダウンダウンとこうなって、102度構造なんですけども、ちょっと尾っぽが閉じた少しディストートした格好と、そういうものがまあ出てくるわけです。でそういうことが起こると、まず Z 成分がオーダーして、それから XI 成分が2回争点が起こるんですけども、先ほどの話とまあちょっと違って、Z 成分、XI 成分と、まあ、こういうふうな格好のサクセシブの争点が起こる、まあ、そんなこともまだ分かる、まあ、そういうような話がですね、どんどんと研究進みまして、ニュートップ、ニュータイプオブフェーズトランジションとかなんとかという研究会だとか、あるいはそのトポロジカルに関しては谷口シンポジウムで、まあ、ガラスとの関係とかということも行われたり、まあ、いろいろしました。でさらにですね、フラストレーションがあるとですね、まあ、いろんなことが起こるということで、これこういうふうに起こった状態を磁場をかけてですね、やるとどういう構造が出てくるかと、ちょっと少し飛ばしますけども、まあ、こういう実験がありまして、そのやっぱりエントロピーの効果でですね、まあ、絶対零度ですから、まあ、量子ラギの効果で変わったことが起こるということが、まあ、肉に磁場たちによってまあ指摘されました。まあ、それをまあ少しエントロピーのところからちゃんと考えて、まあ、古典系で今度温度揺らぎでそれをやりますと、いろんな状況が出てくるんですね。まず面内は120度構造、面内は磁場をかけるとですね、最初こう Y 字型になります。その Y が閉じて、今度 V 字型になって、それが閉じると、もう非常に簡単なモデルなんですけれども、こういう変わった想定がどんどん起こると。ですから見かけが簡単でもですね、もういろんな状態がこうお互いに競合してますから、ほんのちょっとしたバランスでですね、どっちが勝つかということが決まっているんですね。そういう意味では、まあ、何となく人間の世界にもちょっと似ているような感じもしますけれども、まあ、こういうことは物理学の世界でちゃんと。そういう時にもやっぱり大事なのはエントロピーです。どれが勝つかを決めるのは、このどの状態が一番エントロピーたくさん持っているか。
ん、それの磁場の関数としてエントロピー計算すると確かにあんなことが起こるんだと、まあ、こうそういう計算もまあできるというの話をし、まあ、そういうものに対する実験もあります。それで量子裏切り、先ほどは有限温度の量子裏切りでやったんですけども、あ、ごめんなさい、あの熱裏切りでやったんですけども、量子裏切りでやるためには規定状態の計算をしなきゃいけないんですけども、まあ、そういう方法は、まあ、DMRG だとか、あ、PWFRG とか、まあ、これ阿久津先生たちのところで開発された方法ですけれども、まあ、そういう方法がで、まあ、計算しました。まあ、同じようなことが起こるということも確認。それでさらにですね、その三角格子じゃなくてカゴメ格子とこういう格子もあるんですね。でこの格子と三角格子と何が違うかというと、三角形が一定点でつながってますと。先ほど普通の三角格子はあの面でつながって線でつながってたんですけども、うん、こういうのを頂点共有 の三角格子、三角形だと言います。でこういう形はですね、これもっともっとフラストレーションの威力が強くてですね、争点を起こらないというのがまあ定番になってます。どのモデルでやっても争点は起こりません、実際。でところがですね、先ほど言った少しディストートしたその異人群モデルといいますか、XXG モデルというんですけども、そういうところでやるとですね、このオッポの生え方がこう違いますか、これ少し時間を持ってるんですね、上も。これ少し時間を下に持ってます。ですからこっちが勝つかこっちが勝つかのシンメトリーが破れてですね、実際有限温度で争点を持ちます。ですからすべてなんか異人群 XY ハイゼンベルグ全部争点ないかなと思ってそうではなくて、ちょうど間に本当に争点があるというようなことがまあ分かります。まあ、そういうまあいろんなまあ変わったこと。それでまあ、そういうこともやったわけですけども、もう一つの大きな私たちのテーマは、その量子モンテカルロ法の立ち上げということです。あのちょうど僕が学生の時に、あの先ほどの渦巻きの絵を描いたりしてた時なんですけども、あの鈴木先生が量子モンテカルロ法というものを立ち上げられました。でそれを初めて、実際にプログラム化してやったと。もう非常にナイーブな形のもんですけれども、とにかくそういうことをやって、まあ、そういうものをあの始めたということです。でそれでこういう方法を使ってですね、その量子多体系の、まあ、直接的な、まあ、あの計算方法というのが、まあ、どんどん進んでいったわけですね。それで、まあ、やはりこの量子モンテカルロも谷口シンポジウムで参加された。で谷口シンポジウムというのはもう残念ながらなくなってしまったんですけども、非常にいいところでして、あの谷口さんの会を開くための規則というのがありましてですね、その中で非常に重要な規則は、平均参加者の平均年齢が40代であることということだったんですね。そうすると60歳ぐらいの偉い先生連れてくるとですね、どうしてもカウンターパートの若い人を入れなきゃいけない。でおかげでですね、あのネガティブコントリビューションとアベレージエイジという感じで何人か若い人が入って、その中に僕もその一人ですけれども、まあ、そういういい会議が昔はありました。で、まあ、そういうところで、まあ、二次元ハイゼンベルモデルなんかもう、あとちょうど高温超伝導なんかでまた有名になったんですけど、そのモデルもやりました。これ多分ですね、僕はまあ変に自慢ですけれども、これを多分やった時は多分世界で一番のデータだと思ったんですけども、残念ながらですね、データの解析を間違えました。ですからそもそもロングレンジオーダーがあれば、そこからは揺らぎは有限だと思ってたんですね。ですからこういうサイズをどんどん大きくしていって、これ L の事情分でサイズを大きくしていくとロングレンジオーダーはどんどん小さくなっていくと。ですからロングレンジオーダーはないかもしれない、そういう結論したんですね。しかし本当は二次元の XY モデルというのはロングレンジオーダーがあってもまだ揺らぎが発散してるんですね。だから今から思えば当然知ってなきゃいけないんですけど、誰も知らなかった、誰も教えてくれませんでした。実唯一あの量子モンテカルロのあのループアルゴリズムを作ったマルク君というのがいまして、彼が日本にいた時にですね、いや規定上で対実発散してると何回も言ってくれたんですね。でところも我々みんなにいっぱい、その時他の名前言いませんけれども、さっき出てた外国の人たちも含めて、そんなことはないと、オーダーが出たら有限の立ち位置だと。それで僕もその気でいたんですけども、ちょうどその正しい解釈をしたのがちょうど同時に出てしまってですね、まあ、こちらの方が完全、こちらはですね絶対0度、僕はちゃんと有限のものでやったんですけども、残念ながらこちらの方が有名になってしまう。
で、まあ、その後ですそういう規定状態、ロングレンジ状態がどうなっているかというようなことを、まあ、菊池さんとか岡部さんとかと一緒にいろいろやりました。それで量子モンテカルは、まあ、極めて有効な方法なんですけれども、残念ながら不符号問題というのがあります。もうちょっと面倒くさいこと言いませんけれども、その量子系をシミュレーションしようとしたときにですね、そのある意味でそのパスインテグラルというか少し次元を一つ増やすために、その確率が 負というものを扱わなきゃいけなくなる。でそれをいろいろな方法でごまかしてやるわけですけども、そのごまかすとですね、あの結局のところ数値計算が破綻するということはまあ原理的に起こるわけです。でこれを何とかしなきゃいけない、これこそ今も大問題で、というかもう大問題というか、今もみんな若干諦め気味ですけれども、当時そういうこともこれ結局のところ、この和を取ら厳密に和を取ればちゃんと正になるんですけど、ものすごく大きなものからものすごく大きなものを引いて、ほんのちょびっとお釣りが出てくる、いわゆる桁落ちってやつですね。その桁落ちを何とかしなさいと。ですからその和を正しく取ればいいんだろうって、転送行列で組み合わせたり、いろんなことをしました。で当時問題、当時非常に話題になっていました、カゴメ格子、先ほどこれですね、カゴメ格子の比熱がダブルピークを持つのか持たないのか、そういうような話に関して、提供しました。これ中村東太さんがやってくれたんですけれども、相当な大変な計算をしました。それで、それでですね、研究はですね、今ずっと2次元だったのが、その後どういう1次元に戻る、この辺からちょうど半大とか京大とか移った頃ですけれども、1次元系に移りました。でなぜで普通だと1次元から2次元に行きそうなもんですけども、そもそも我々学生の頃というのは1次元の1次元系なんて争点絶対起こらないし面白くないということで、あんまりやらないということになってるんですけども、その後そのいわゆるハルデーンの問題とか1次元にも面白い問題がいっぱいあるんだということが分かってですね、だんだんやるようになって、で我々もその端の状態、ハルデン状態のこう端と、こういう量子系のあるところではこういう端にこういうふうに実効的なスピン2分の1が出てくると、こういうような問題を扱うことがあります。でこういう絵も量子モンテカルで綺麗に描いたわけですね。この頃ちょうど DMRG というのが出てきてですね、 DMRG でこの絵を綺麗にホワイトさんたちが描いて、どっちの絵が綺麗かとかって言って、勝負してたりもしましたけれども、そういうことがあって1次元も面白いということになって、世の中的にも非常に進みまして、いろんな、例えばここ普通反響性で考えるんですけども、これフェロのレッグにしましょうと、これはロジさんという方が院生の方がやってくれました。それでこのまたもうちょっと変わった格子を考えて、いろんなタイプのフェリマグにここがアップアップダウンになったり、いろんなこと変わったことが起こると、こういうことをやると変な振動現象とか、面白いことがいろいろ出てくるというのは、吉川君とか、その人の変な人がやってくれたりもしました。それでスピンパイ、もう一つはこの スピンパイアルステイで強い弱いの相互作用があるときにどんなことが起こるのかと。でその普通格子の自由度をちょっと許すとですね、これここ一箇所に相互作用が集まった方が得だということで、必ず1次元の格子とこう歪むことが分かっています。でこういうのスピンパイアスというんですけども、スピン2分の1、これスピン2分の1系なので、スピン1がどうかと、こういうのを大西さんが計算してくれて、変わった一時点みたいなことが起こるとか、であるいは格子の方がこう揺れるんですけども、格子は普通古典的に扱うんですが、これは量子的になったらどうかというと、量子的にやるとですね、ものすごくマスが軽いと早く振動するわけです。そうするとナローイングというか、あんまり早く動いていると動かないのと同じというのをナローイングというわけですけれども、そういうことがカンタムナローイング現象とか、そういうこともきれいに調べられたりもしました。で、あともうちょっとややこしい問題、いろんな問題を考えて、研究が進みました。量子パーコレーション、これは東都先生と一緒にやったんです。でそれでそういうのを考えると、また先ほどは端にあったんですけども、ちょっといろいろ欠陥を作るとですね、スピン2分の1がこういうふうにいろいろ誘起することができると、これ西野さんがやられたんですけども、最近中野君がより丁寧に、その非常に進んで DMRG を使って計算してくれたりもしています。で、そういうこういうことで、研究室、それ、いろんなところで同じように遠足に行ったりスキーに行ったりもしたこともあるというような形です。で
京都にいた時に、カナダに出張しました。でそこで、ダルハウジー大学というとここ藤木さんのクルタップ藤木さんだと思いますけども、まあ、いろいろ楽しむことができます。でその後ドイツに行きました。ハノーバーでミケスカ先生のところで、まあ、量子ソリトンとか、 なんかそういう勉強もしました。でちょうどその時にですね、まさにベルリンの壁が壊れた時なんですね。それでちょうどこのショッテ先生というのがベルリンにおられて呼んでくれたんですね。でその列車に乗ってこんなビザとか持って行って、ちょうどその壁が壊れる時で、これ東ドイツの兵隊さんが上から見張ってるんですけども、そのそこでこうコンコンかたで、それでこのかけらを持って帰ってきましたけれど、まあ、こういう時代でもありました。で、まあ、研究室、まあ、東大に戻ってきてからの研究とか、波多野先生とか東堂先生とか映ってますけれども、まあ、山登りもしましたと。で、まあ、いろんな外会議でレゾーシューだとか、まあ、いろんな大体年に1回以上はいろいろ研究会があって、まあ、いろいろ、まあ、いろんな場所もある。日本では淡路で研究会をしたり、あるいは日仏、フランスとは結構付き合いが多くて、まあ、日仏の研究会とか、まあ、いろんなことをやります。で、まあ、今までその、まあ、どう揃うかという話をしてましたけれども、量子系というのはこう実際動くわけですね。で、その量子ダイナミックスも非常に大事であると、まあ、そういう意味で、まあ、実際にこうスピンを動かしてみてですね、それがどういうふうに動くんだというようなことを調べます。でそれで、まあ、ちょっといろいろモデルを作って、その、まあ、それぞれに対応したモデルなんでちょっと時間がないので、まあ、省略しますけれども、まあ、いろんなこういうふうに振動するとですね、 K がこうゆっくりこういうふうに外場をかけるとこういうふうに大きく振動するとか、まあ、ノントリバルレゾナンスとか呼んだり、まあ、そういうのをフロケ現象ということで、まあ、その後調べられたわけですけども、フロケの固有値を調べるというようなことで、まあ、CG 君とかいろんな人がやってくれたわけです。まあ、最近フロケというと非常にまたリバイバルしてですね、皆さん興味を持っていろいろどんどん研究が進んでいるところです。で、まあ、でちょうどその量子ダイナミクスやってくるのに、ちょうどそのクレストの量子情報のクレスト、山本先生が始められたクレストがあって、まあ、そこに入れてもらいまして、そういう話をしました。それで、まあ、そこではなんか分厚いこんな報告書を作ったりもしたんですけれども、まあ、いろんな、まあ、問題をやりました。それで、まあ、まあ、わーっていろいろやったわけですけど、まあ、その中の一つとして山本君がやってくれた量子個体と、要するに、その量子コンピューター、まあ作るというのが目的なんですけども、量子コンピューターを作る以外にその量子状態を緻密、相当コントロールをよくですね、いろんなことをやってみせるというのを一つ の大事なことでその量子状態をそのマニピュレートすると、そういうことがまあできるようになったらですね、計算機でもできないような大きなようなことが、そのいわゆる量子コンピューターというか量子シミュレーターというか、そういうものにできるようになる、そういうためのテーマをちゃんと調べなさい。で、まあ、そういうことでなかなか難しい問題の一つとして、この量子個体というのがあります。でその量子個体というものの、まあ、実際起こりますよというようなシミュレーションを、まあ、実際やったわけです。でちょうどその頃ですね、実験でも見つかったというような論文が出ました。それで、まあ、一気に盛り上がったわけですけれども、まあ、その後ずっと丁寧に福山先生なんかにいろいろ研究会とか読んでもらっていろいろ議論したわけですけれども、まあ、その後いろいろ丁寧に調べると、実験の方ではどうも起こってないということが分かる。で理論の方では必ず起こります。じゃあどうすればいいのかと、これは話は簡単でですね、この量子個体をやってるのはヘリウムでやってるんですね。ヘリウムでやってると都合が悪くなると、ヘリウムはもちろん動けますから、結晶がいくらでも変われるんですね。ですから微妙にあのフラストレーションした例えば 49% アトムを入れなさいとか、そんなにできないわけです。ですから実験の方はヘリウムは確かにそういうふうに多分起こってるんだと。ところがシミュレーションの方は本当に、50サイトがあるところに49粒入れなさいとかできるわけですね。でそういう条件があれば起こるわと。だからそういう意味ではいわゆる今非常に計算が進んでいるいわゆるオプティカルラティスとか、ああいうところでやると実際それができるわけですから、そういうところでは、まあ、確かに将来こういうことが、まあ、起こっていいんじゃないかと思ったりしています。で、まあ、あと粒子をこう運ぶ話だとか、
あるいはこの量子状態キャビティにですねどんどん粒子を打ち込んでいってなんか粒子数が確定するという現象、このアロシェ先生の実験で、アロシェ先生その後ノーベル賞をもらわれたんですけれども、まあ、ノーベル賞をもらう前でしたけれども、そのこういう現象、これ藤沢さんがやってくれた話ですけれども、こういう現象、まあ、この観測をするというようなことのバックアクションとか、まあ、いろいろなことを言ってたわけですけれども、まあ、純粋に量子力学の範囲でもちゃんと説明がつくというようなことをちゃんと証明をしたり、まあ、しました。まあ、そういう面白いことも、まあ、いろいろあったと。まあ、これはあの直接関係、あの先ほどのクレストとは関係ありませんけども、その後まあ研究はいろいろ進んでですね、この先ほど言ったあのフロケステート、フロケ状態というので、こう外からこう振動させた状況の下で何が起こるかと、いろいろ面白い問題があると、あの青木先生とか岡さんとか辻さんとかいろいろやられてますけれども、じゃあ順位が出てきたらそれでいいのかと、熱平衡にならなきゃ話にならないわけですね。ですからフロケ状態みたいなものがあったとき、本当に熱状況に行くのか行かないのかと、行くための条件は何かというようなことを白井君とか森君とか調べてくれて、まあ、ある条件のもとではいくけれども結構きつい条件が必要だというようなこともまあ分かったりもしました。で、まあ、あの実験とか調べるときにはこの磁気共鳴というのが重要な発明、まあ、あのよく MRI とかありますけれども、まあ、そういうことに関してもこれは、まああのまあ、研究を進めます。こういうことのまあモチベーションになったのは、こういう物質の実験で、まあ、データ共鳴位置がですね、温度とともにこうやって変わるんですね。こういうで、そもそもこういう磁気共鳴というのは、まあ、よく分かった世界なんですけれども、こういうふうに温度変化をしていくということは説明できないんですね。それで網代先生たちとあのこういうのがこういうデータがありますと。で、まあ、これこういう物質で一次元のチェーンなんですけども、高温ではまあバラバラで、低温ではこの3つごとにこう集まるから、まあ、なんかこの辺でそういうことが起こるんです。実はでも ESR の理論から言うと、そんなこと絶対温度変化しないんですね。で、特に実験には当然物理を反映してですが、こういう温度変化をやるためにはどうすればいいのかと、まあ、そういうことに関しても、まあ、あのやりましょうと。でもなかなかうまい方法なくてですね、結局のところもともと久保先生の久保公式を直接やるしかないということになって、まあ、そういう方法でまあ研究を進めます。要するに本当にハミルトニアン対角して、こういう位置こういうベクトルを求めて全部突っ込め、まあ、文句ないわけですから、そういうやり方をやりました。それで、まあ、あのこの分野で有名なこのレドナントのシフトとかいうようなものを、まあ、ちゃんと説明できて、まあ、使い物になると、まあ、そういう話をします。で、まあ、これは、まあ、ある意味直接数値アプローチと呼んだわけですけども、まあ、物性系の押川さんなんかがまたその一次元チェーンで、まあ、あの相関関数とか厳密に求まれるところで、あの非常にきれいで有限温度の話をされて、まあ、結構その範囲では、まあ、盛り上がったということで、で、まあ、あのそのそういうモデルで、まあ、いろんなモデルがあるわけですけども、あのあるモデルをやりますと、こういうあのダブルピーク構造を持ったものが出てくると。で、こういうこのダブルピークというものが一体どうなるのかというようなことを、フランスのセパスさんのグループが、まあ、とかと一緒にやったわけですけども、これを非常に精密に、ただあの最新の数値計算の方法を使ってやってくれたのが、まあ、池内君です。まあ、あのこれ結局どんどんとこう縮んでいくのかなということが、まあ、分かってきました。で、あとは、まあ、あとはその今までは、まあ、量子力学の話してますけど、実はそれにさらに熱が加わると、まあ、それよりややこしいことが起こるわけですね。で、まあ、そういうことに関しては量子マスター方程式の方法というのがあって、まあ、それを使って、まあ、計算したりもします。まあ、そうこうしているうちにですね、そういう面倒くさい問題じゃなくて、スピン1個のもう何も相互作用もない単純なモデルでちょっと変わったことが起こるというのを、このイリネリ・シオレスクさんという方が言ってきました。この DPPH というのは、まあ、なんか化学の物質の名前ですけれども、これはもう典型的なパラマグネティック、要するにスピンがバラバラに入っているモデルです。で、それにもかかわらずダブルピークが出ると。で、もちろん高温とか普通の状況で測るとシングルピーク、このダブルピークが出るのはどうしてなのかということを彼が聞いてこられて、それを何とかしましょうという話で、これ実は大事なことは、こう光を入れてスピンがあってこれ共鳴して出てくるわけですけども、このキャビティ全体を一つのシステムとして見なさなければいけない。そうするとキャビティの自由度と
スピンの重度が量子力学的にハイブリダイズしてですね、新しい状態を作るんですね。でそういう状態はあの光の相互作用の方ではアガワルのバキュームラビスプリッティングとか、まあ、いうことをよく知られてはいるんですけども、そういうものと先ほどの普通の ESR とどういう関係になっているのか、まあ、そういうことに、まあ、興味が移ったわけです。でそれで、まあ、ちょうどその頃ですね、カンタムラムダとか、あのなんか量子情報の方でなんかどうやったら情報があの保たれるのかとか、ね、まあ、そういうな話もあって、まあ、あの物質と光の相互作用というのは、まあ、非常に研究が進んだわけです。で、まあ、いろんな物質でそういうこういうダブルスプリッティングがいろんなところで見つかりました。で、まあ、そういうことに関して、その、まあ、あの今のモデルを使って、まあ、計算と、まあ、計算は、まあ、どうでもいいですけれども、そういうのをやると、まああのまあ、エネルギー順位が出るわけです。そのエネルギー順位をこれ主催に見るとですね、この2つの領域に分かれていることが分かります。要するにフォトン数、これ横軸がフォトン数ですけども、フォトン数が大きなところと小さいところと、要するに入っているスピン数とに比べてフォトン数が小さいところと大きいところでは何か質的な違いがあるということが分かってですね、そこで確かに調べてみると、フォトン数が非常に大きいところではこっちですね、こういうふうにいわゆるこれが ESR の振動です。ですから ESR の振動が起こって、低音側では、低音フォトン数が少ない方ではこの辺りの振動が見えます。でこういうことで、そのこれがあのストロングリーカップルしたあのハイブリダイズをした振動です、まあ、そういうことに自然に移るんだというようなことが、まあ、示して、その温度だとか光の強さによってあの共鳴の順位がシングルピークからダブルピークに移るんだと、まあ、そういうことを、まあ、調べたりしたわけです。それで、まあ、そういうこともあったわけですけども、まあ、ちょっとその前後しますけれども、まあ、今度はじゃあ装填自身のダイナミックスはどうかということで、装填というのは先ほど言った対磁率が発散するとか、まあ、そういうことがあるわけですけども、動的な意味ではだんだんあの緩和時間がどんどん伸びるというような形 でその緩和時間の発散の仕方と対磁率の発散の仕方は同じなのか違うのかと、まあ、鈴木先生があの提案された問題ですけれども、まあ、鈴木先生はあのシリーズエクスパンジョンとか使ってその違うエクスポーティングがあるということを発見されて、でそのあたりが一体いくらなのか、まあ、そういう問題だったとか、まあ、そういう問題に関して、まあ、いろいろちょっと研究が進みました。で、まあ、先ほど言ったように高音側では、まあ、こういうふうに落ちるわけで、低音側ではなんかこういう運動をしますと。で、まあ、実際シミュレーションやるとなんかこんなことが起こっているわけですけども、こういうものをこうちゃんとそのファイナイトサイズスケーリングというのをこうちゃんとやりますと、Z の値は、ちなみにあの対比率の方ではこのあのエクスポーネント 1.75 ですから、 2より大きいことは2よりはるかに大きいということを、まあこれで確定させたわけですね。その後ここの値がどうなるかということに関してはものすごくたくさん論文があって、例えば伊藤先生なんかあの相当詳しく値を出されてますけれども、ここで大事だったのはこれなぜかというと、我々も2を越していることは、まあ、少なくとも鈴木県ではまあ当然だったんですけども、アメリカの著名な論文が出てですね、 1.75 でいいとかいうわけのわからない論文が出たんですね。それでこれ決着しなきゃいけないというんで、まあ、これ、まあ、主に高野先生がこれやられたわけですけども、あのそういうふうに聞いて、我々もここの 2をで2というのはディフュージョンコンスタントのあのエクスポーネントですから、それよりももっと大きいというのがまあミソですね。まあ、そんなこともまあやったりもしました。でそれでですね、そういうことをやっているというので、まあ、変わったことが実は分かります。これ多分知っている人少ないんじゃないかと思うんですけども、ちょっと式めんどくさいです。スピンの相関関数というのはどういうふうにリラックスしますかと。これが高音では、高音からはこれ緩和関数の逆数ですけども、要するに緩和関数がずっと伸びてくるんですね。それで TC のところでまあもちろん発散します。でこっちへ行くと普通まただんだん減っていくのかなと思いますけれども、実はそんなことはないんですね。ここら辺で何が起こっているかというようなことをある種の解析をするとですね、ガチャガチャと細かい、ちょっと時間ないから言いませんけれども、こういう格好のエクスポネンシャルの方の T がここが分数になってます。こういうストレッチとエクスポネンシャルディケイという形になるということを、まあ我々見つけたわけです。でちゃんとシミュレーションもやって、2次元ですとこれ3分の1の傾きがあるということも出しました。
でちょうどその時にですね、アメリカのヒューズ・フィッシャーの人たちが、これ我々のあのサブミット先なんですけども、出たの向こうが先なんですけども、あのまた違う解析をしました。と言っても式は全部同じです。最後出てきた積分をどう評価するかだけが違うんですけれども、で彼らの評価によると2分の1になる。我々これ計算すると3分の1ですね。で数値計算3分の1でしたね。我々のがいいのかなと思いますけども、なかなかこれも決着がついてなくてですね、その未だにその分からずじまい、誰かちゃんと計算に 腕に自信がある人やってみてください。ですから2次元では2分の1か3分の1、3次元ですとヒューズ・フィッシャーの理論によりますと普通のエクスポネーションに戻ります。で我々だと2分の1になると。でナイーブなシミュレーションをやると2次元にしろ3次元にしろ我々の答えの方がまあ良さそうなんですけども、まあ、まだちょっと未解決の問題です。で、まあ、そういうクラスターのまあやり方というのはまあいろんなところで使えて、まあ、そういうのを使うと、まあ、ボンド希釈系で、まあ、グリフィス特異性なんていう変わったことも出ています。グリフィス特異性というのはどんなことかというと、ほとんど滅多に起こらない現象があります。ただし起こってしまったらものすごく大きなコントリビューションがあります。そんなものがあったときに効くか効かないかですね。でそれものすごく滅多にしか起こらないから効かないという時もあるわけですけども、それがちょうど効いてしまう時がグリフィスシングラリティと言います。まあ、そういうことがまあいろんなところで出てくるということも分かっています。それでまあそういうことのまあ、で今度は要するに一時想定、こういう2つの状態があるときに不安定な状態から安定な状態にこう移ると、こういう先ほどのシミュレーションですけれども、今度はバラバラのところから揃えるんじゃなくて、もともと青に上に揃ってたものを下向きの磁場をかけるんですね。でそうするとどこか食い破られて穴が開いてこういうのが広がってきます。でこういうような現象があるときに、まあ、どうするかという問題なんですけども、まあ、そういう現象を、まあ、いろいろな解析の方法を使って、まあ、計算して、その2つの領域があるということを我々提案しました。まあ、1つはシングルニュークリエーションリージョンとマルチニュークリエーションリージョンというわけですけども、まあ、それどういうことかというと、大きな中にですね、どっか1箇所プツッと穴が開いてバッと広がっていくと。でそのプツッと穴が開くのはいつ開くか分かりませんから、ストキャスティックに起こるわけですね。だからストキャスティックな領域で、それに対して割合穴が開きやすいときは大きな径を置いておくと、いろんなところでボコ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 起こるわけですから、別に平均しなくてもあるディターミニスティックなことが起こると、そういう2つの領域があるというようなことを調べました。で、まあ、こういうことに関してまともな講師というと、まあ、そういうことなんですけども、このいわゆるスモールワールドネットワークと、まあ、変わったネットワークで起こったときに、まあ、変わった緩和が起こるなんていうことは、まあ、二見君がやってくれたりもしています。で、まあ今度そういうことに量子効果が起こるとどうかというと、ここからここを越すんじゃなくてトンネル効果で抜けますよというような話もあってですね、でこういう話をはこういう分子磁性体というのは小さな磁性、非常に小さいですから量子力学的な効果が強いわけですね。そういうことで実際起こるわけです。それが起こりますというのが、こう先ほどやったこうポテンシャルの絵を描きますと、こう量子化された順位があって、この順位の場所がちょうど一致するところでトンネルが起こります。でこのトンネル効果のために磁場をかけていくと、これちょうど一致するところでガンと落ちて、また次一致するところでガンと落ちてという格好で、こういうステップワイズな磁化過程が求まっていると、こういうことがあって、もう非常に研究が進んだわけです。まあ、これ例えばそれの第一人者のバーバラ先生だとか、理論の方のチュズノフスキーさんとかが来て高野山に行って、あ、これタタラ君です。まあ、そういうことを調べるのにですね、実はトンネル効果って、まあ、なんかこう絵を描くともっともらしいとみんな思われたかもしれませんけども、あれちゃんとじゃあやってみろと、計算してやってみろと言われて実はできないんですね。シミュレーションではできません。こっち落ちませんから、もう戻っちゃいます。それでどうすればいいかなというので、磁場をゆっくりスイープしていくと何か起こるんですね。そういうことで、そういうことをゆっくりスイープ、これもここで早くスイープするとこのまま通り抜けちゃいます。これ非断熱繊維、ゆっくりやるとスピンがひっくり返ってこっちついていきます。これがいわゆる断熱繊維ですけれども、これスピードによって変わります。でこういう現象で、このスイープするとここにこういう通りにくいところがありますよということがまあ分かるわけですけども、だからそういうふうにして調べたらどうかということを調べてですね、一生懸命数値計算したんですね。それ で,
でそれでなんかどうもですね、このひっくり返る率というのがエネルギーの事情に比例しているとか速度に反比例していることというのがなんか見つかったと。それでそういうのがあってお茶台の柴田文明先生のところにこういうのを見つけましたと思って、柴田先生、それはランダウゼナっていうんですけど教科書に載ってましたと言われてですね、確かにですね、あの教科書、あの量子力学の教科書の3冊目ぐらいに大抵後ろの方に載ってますけども、そこまでちょっと読んでなくてちょっと恥ずかしいなという感じでしたけれども、とにかくこのランダウゼナというような現象がまあ非常に重要になってきました。当時でも磁性体のランダウゼナーなんていうのはなかったですね。あの先ほどのバーバラ先生のところなんか言っても、まあそういうことは普通ないという感じだったんですけども、その日本の上田さん、前川県の上田さんとか、あの兄弟のグループ、実験のグループですね、それが NMR で非常にきれいな実験をやってくれました。で確かにそういうことが起こってるぞと。でその後、あのその後かどっちが先かちょっと分かりませんけれども、あとですね、グルノーブルのグループのベレンスドルファーさんだとかセサールさんがやはりこの磁場をこう振動させてかけて、それがランダウゼナーでちゃんと解釈できるということを示して、あ、磁性体でもランダウゼナー転移というのが、あの一応市民権を得たというような形になりました。で、まあ、でところがですね、そのランダウゼナーは量子、完全なあの温度が入っていない量子現象ですけども、そういうのに熱を入れなきゃいけない。実際はその落ちたらそのまままた規定状態落ちますから、そういうような規定状態に落ちる効果というのを調べなきゃいけない。それでそのために量子マスター方程式を使わなきゃいけなくて、まあ、その頃あの女子だった斉藤君がその辺随分丁寧にやってくれて、あの、まあ、いろいろ研究が進んだと。それでそれに関して、まあ、いろいろ研究会をやりましたと。で、まあ、分子磁性ということで科学の先生方とも非常にあの近くあのいろいろあの議論することが多くて、あの日印セミナー、阿波賀先生だとか西原先生だとか、まあ、皆さんといろいろ呼んでもらったりしました。それで、その後その先ほどは、まあ、小さいながらも磁石が動いたんですけども、スピン2分の1を持っているバナジウム15という分子でこの非常にきれいな断熱片が見つかりました。でこのなんか余分なこのちょろっとしたものが出てきたということで、まあ、これが何なのかという話になりました。でその前にですね、それを調べるのは先ほど の早くスイープするとランダウゼナーが起こるんですけども、あのゆっくりスイープするとこう熱を吸っていろんなことが起こりますよと、まあ、そういうことをまあ調べてマグネティックフェインフェクトとか我々呼んで、あの、まあ、斉藤君がやってくれたわけですけれども、あの結構新しい現象だということで、まあ、いろいろ面白くやりました。同じようなことは鉄のリングでも起こりました。これは中野さんがやってくれた話ですけれども、ちゃんと、まあ、ちゃんと起こるのはいいんですけども、そもそもこの曲がってる方を別にこのまっすぐきれいな方ですね、これはどうやって起こるのか実はよく分からない。これスピン2分の1ですから、クラマーズダブレットって言ってもギャップなんか開かないんですね。横から横磁場でもかけたら別ですけども、そうどうすればいいかというと、それは当然、まあ、最初の考えにジャルチンスキーモリアだろうとかって言って、まあ、やるわけです。で、まあ、それで、まあ、長尾先生なんかとかジャルチンスキーモリアのなんか入ったらどういうふうになるかという話してたと思いますけれども、そのところがですね、それでまあ実験の方もまあそういう形でいろいろ解釈ができるんですけれども、その結晶自身でジャルチンスキーモリアインタラクションって結晶がちょっと沈んでなきゃダメなんですね。対処性がいいとダメ、消えますから。で結晶どう見ても対処性がいいんですね。ですからジャルチンスキーモリアがあるとは思えないと。でそうするとじゃあどうすればいいのかというので、もうな平均的にないんだろうと、だから揺らぎとしては入っていいんだろうって動的にジャルチンスキーモリアを入れようと、まあ、そういういろんなことをまあ考えたりします。それであとはハイパーファインとくっつく、まあ、そうするとまあ時間が保存しないからまあ、だからそのこういう本来クラマーズダブレットで絶対素通りするはずのところでちゃんと断熱片が見えちゃうという時に、そこにどうやってそこにギャップを作るかというようなことに関してもまあ随分研究が進みました。で、まあ、そういうことに関しても実験の方もどんどん進んで、まあ、いろいろ面白い。これバーバラ先生のところで、バーバラ先生が料理してくれている写真で、これドラスさんです。これあの所さんですけれども、あのこういう実験するときにマイクロスクイードっていうこのボルフガン・ベレスドルファーさんという方が、まあ、これ始めたんですけども、もう世界から注目されている実験なんですけれども、まあですまあ、そこに、まあ、所さんと一緒に行って実験もしました。僕もヘリウムを運ぶぐらいは手伝ったりしたんですけど、まあ、そういうこともあって、まあ、先ほどちょっとご紹介いただきましたけど、まあ、
井上学術賞とかもらったりもしました。それで、その、まあ、そういうことで、まあ、さらにその一時定義がその量子力学的にじゃあ本当にどうやって起こっているのかというようなことで、あのエネルギー順をまあ丁寧に変えると、まあ、こんな形になっていると。でそれでこちらから磁場をスイープしていくと、本来ここで入れ替わるのかと、こんなところはとても動かないので、この辺で何か変化が起こるんですけども、ここまでズルズルズルっていくので、ここをメタステーブルブランチとか、まあ、呼んだりしました。でそういうことを、まあ、丁寧に量子力学的に調べると、あの磁場をスイープしていくと、こういうなんかそのまま素通りしそうなところ、しそうなところがあると。でここの素通りしそうなところを、まあ、エネルギー順位的にちゃんと解析すると、何か面白い臨界性があるんだというようなことを、まあ、詳しく調べたりしました。まあ、これは鳩村さんがやってくれたわけですけれども、でそれでさらにそこを過ぎるとですね、なんか変わった量子振動が起こるとか、まあ、いろいろ変わったことが起こって、こういうことが実際に見つかればいいなとか、まあ、思ったりもしています。でそれさらに、まあ、同じようなことでキャビティの中に入れた時にどうかだとかいう、先ほどのキャビティがあって光を入れるわけですけども、光の強さを変えるとですね、最初はすごく通りにくいんですけども、あるところは急に通りやすくなるというのが動的な臨界現象というわけですけれども、まあ、そういうことに関しても、まあ、分子は近似的にはまあ出せるわけですけれども、こういうのに出てもどこでその本当に一時点が起こっているのか、まあ、調べるというようなことで、まあ、数値計算の方法を組み立てて、まあ、調べて、サイズ依存性を求めたりすると、まあ、臨界点がまあ一応求められると。でこれは普通熱力学ではマクスウェルの透明積測とありますけれども、これはそういうのは通じませんので、まあ、どうやって調べればいいのか、まあ、そういうことがまあ一つの研究テーマ、これは白井さんが今丁寧にやっていってくれてる問題です。で、まあ、その緩和時間がやっぱりそこで発散するだとか、まあ、いろんなことが分かります。それで、まあ、そういう以上、まあ、量子系の話をしましたけれども、まあ、もう一つその想定で大事なものは、その状態に縮体があるかどうかという問題で、アップとダウンがこうあるわけですけども、今までアップとダウン1対1だったんですけども、これ1対1じゃなくなったらどうなるかというような問題があります。これはこういう鉄のスピンで状態があって、これ普通フント速で全部スピンが揃うんですけども、周りになんかいろいろついてるとリガンドフィールドとか行って下に入ると、そうするとこうスピンが小さいスピンとか大きいスピンとかになって、こうハイスピンロースピンとかいうわけですけども、こういうのがあるときに、まあ何が起こるかと、そういうこともちょっと時間が押していますので、ちょっと解析を飛ばしますけれども、これとにかく2つ状態があるわけですから、イジングモデルで扱えるでしょう。で、まあ、いろいろ理屈をつけてイジングモデルを扱うと、ちゃんとそういうことが調べられます。で、まあ、こういうことはフランスのベルサイユのグループで、まあ、いろいろ一緒に共同研究で進めました。まあ、西野君なんかも、まあ、グループと、まあ、こういうのをちょっといろいろ解析の方法があって、そういうのを解析をしますと、まあ、スムーズに動いたり一時停止を起こしたり、まあ、いろいろするわけですけども、特に面白いのはこういう際どい切り方をしたときには、本来は低温層に入っているにもかかわらず高温層が準安定状態に出てくることがあるというようなことを発見したりして、こういう低温の準安定ブランチありますよとかというと、これは本当に実験的に、これ所さんが調べられたんですけども、上の図が実験、これは解析ですね。そういうことが今実際に起こる。でさらにもっとこのズバッと切ってしまうと、これもう想定が起こらない、普通何もそのままずっとまっすぐ行っちゃうところなんで、低温に隠れた低温層があるというような状況ですけども、そういう状況も実験的に見つけられて、何も起こらないんですけども、光で叩くとですね、山を越えて落ちますから、隠れた層が見つかったと、これも大越しところで調べられた実験です。で、まあ、そういうふうな分類をやったりですね、まあ、これそういう研究でいろいろ研究会に行ったりしたりしました。でさらにですね、この問題の面白いところは、縮体度が違うだけで大きさが違うんですね。ハイスピンとロースピンの大きさが違う。そうすると、先ほど見せましたイジングモデルの絵がこんなのありましたけども、こういう時にこういうのがあった時に、その青い粒がちょっと小さいと思ってください。そうすると結晶がこんなに歪まなきゃいけない。そうすると弾性エネルギーすごい損するわけですね。ですからこんなことは起こらないはずだということで、何が起こるかというと、分子場近似的に鳴らされたような状態。そうすると
鳴らされた状態のまま装填が起こるわけですから、密度が変わるだけの装填なわけですね。まあ、そういうことが実際に起こるだろうと、まあ、いろんな有限あのこと、まあ、層が見つけられて、まあ、そういうことを入れると、まあ、ちょっとあの詳細は省きますけれども、あの変わった層でこういう角があるような層が見つかったり、まあ、いろんなあの変わったことが起こりますと。だから縮帯と長距離短距離とかに混ざってくるとですね、非常に変わった現象が起こるというようなことが分かります。でそういうことにさらに光を当てると、光を当てると体積が変わるわけですから、圧力の伝播というのと熱の伝播というのが2つその伝播機構があるので、そういう秩序化の進み方もこう二山になるというようなことに関しても、まあ、いろいろ理屈をつけて、まあ、いろいろ調べましたというようなことがあります。まあ、そういうことで、まあ、こういうことに関しては先ほどもご紹介いただきましたように、まあ、ベルサイユでなんかこんな変な格好させられて賞をもらったりもしました。それでまあ最後になりますけれども、あとあの最近やっているのはこの磁石の問題。磁石の問題というのはこういう非常にこのヘテロな系で非常にまあ面倒くさい系ですけれども、まあ、今いろいろやっぱり僕なんか専門が磁性ということになってますけども、磁性と磁石というのはだいぶ違うんですね。その独特の世界でこれなかなか面白くて、まあ、後でお話しますけれども、まあ、なかなか面白い、まあ、いろいろトマさんなんかも計算されて結構ミクロなところからのアプローチと、まあ、西野さんとかやられてアプローチも進んでいます。でこういうパターンでも本当に違くてこんなことが起こるんで、これをまあ何とかしなきゃいけない。これダイポールインタラクションのせいなんで、まあ、ヒノキアラコンがこういうのをまあ丁寧に調べたりしても、そういう意味では今この数値計算に関しては多分世界で一番強力な数値計算グループだと思っています。で、まあ、さらに、共時性共鳴なんかの話も西野さんがやられたりして、で、まあ、そういうところで、まあ、磁石というのはその普通の保磁力磁性体としての有効性があるわけですけども、単結晶にしてしまうと磁石にならないと、それちょうどうまいこと作らなきゃいけない。このちょうどうまいというのはまあ非常にもみそでですね、これが新しい統計理学の方向じゃないかと思います。でそれで最後にその今までお話したのは、私はスピンというのはこうやって動きましたけれども、僕のスピンというのは場所が動かないですね。それでいつも物理系の上田先生がいつも僕のスピンのことをインモバイルスピンシステムと言われているんですけども、電子が動いている例もちょっとありましてですね、長岡教授生、これに関しては大西さんだとか渡辺君とか大西さんがやられました。でまあ、長岡教授生というのことに関しては、まあ、結構きれいなデータが出てます。これ長岡教授生といって本当の長岡教授生とあとミールケ・タッサキの教授生とあるんですけども、これはまだ第3の教授生でもうちょっと注目してもらってもいいかなと思ってますけれども、であとまあ本当に電子が動くのは最近桂先生とか尾形先生に指導してもらって、ボレンス君というのがスピンオービットカップリングをやって、まあ、いろいろ長岡先生にも指導してもらったと思いますけれども、まあ、なかなか、まあ、スピンも少しずつ動き出しているということです。でまあ、あともうちょっと数学的な話で各ベータアンダスピンが大きな系のベータアンダというのは松井さんがやられましたし、あとドゥンケルプロセス確率過程、まあ、香取先生とかアンドラスさんがやったりますで、まあまあ、いろんな問題が、まあ、いろいろやったんですけど、まあ、いろいろそのままほったらかしになった問題がたくさんあってですね、まあ、そういうふうになっているわけですなってます。で、まあ、でもうちょっとですね大きく広くなって考えるとですね、不思議なことと、まあ、これ有名な話ですけども、20世紀の物理の暗雲というのがありました。でそれはエーテルの問題とか固体の比熱の問題とかってやつ、こちら側から相対論が出てきて、ここは量子力学が出てきました。まあ、そういう意味で確かに古典力学が成立した時になんか不思議なことが残ってたわけですね。じゃあ今そういうことは果たしてあるのかということで、ちょっと時間が来ましたけれども、今不思議なことはあるのかというとですね、まあ、今量子むしろ先ほどの古典力学と電磁学の間に量子力学と一般相対論あるわけですけれども、さてとそれでまあ今どんなことが今不思議かなと思っているのは、個別現象と統計平均という関係がちょっと面白いんじゃないかと、まあ、最近思っております。まず量子統計、まあ、分かりやすい方の統計からいきますと、その熱平衡状態と、まあ、もうあると、なぜ熱平衡状態、統計理論の授業では、まあ、昔はですねエルゴード理論というのがあって、長時間平均とそのアンサンブル平均が一致しますとか、まあ、なんかそういう話をしてたんですけども、長時間平均というのは長く測って平均するんですけども、例えば1リットルの1気圧の
窒素気体というのを見た瞬間にもそれなんですね。誰も平均なんかしてないわけですね。ですから見た瞬間に熱平衡だというのは一体どういうことなのか、まあ、それまあ昔からの大問題でその議論してたわけですけども、田崎さんたちがまあそういうティピカリティというの考え方を導入されました、まあ、この辺のグループですね。で要するに見た瞬間にこうなって、まあ、そういう仕組みをまあ考えたと。でそれがまたさらに最近このアイゲンステートサーマリゼーションハイポテーシスとか、まあ、そういうことでまあどんどん進む。この辺ちょっと森井さんに教えてもらったりもしたんですけれども、まあ、数値計算上はですね、このいわゆるボルツマンウェイトウェーブファンクション、昔は数値テクニックで、まあ、最近ではサーマルピュアカンタムステートって、まあ、清水先生のところで提唱されたりしてますけれども、まあ、原理的に、じゃあその見た瞬間に熱平衡状態は何なのかと、まあ、そういうことを、でもなかなかまだ僕的にはピンときてなくてですね、まあ、もうちょっと熱平衡状態になったというためにはシステムが資料性を持っているということが大前提なんですね。ですからこの資料性というのをもうちょっと使って、もうちょっともっともらしい話ができないか、なんかそんな議論のことを考えたりして、もう一つはですね、言わずもがなの量子力学の波動干渉の収束ですね。今更何を言い出すんだと思われるかもしれませんけども、波動関数というのを測ったら何かになるわけですね。その時波動関数が縮むとか、なんかこれに関して我々ちゃんと習ったこともないし、授業でもまあ分かんないから教えもしないわけですね。でそれで、あまり実感ないんですけども、昔花村先生たちとキャビティからのフォトンが放出されますと、キャビティの中にフォトンがいて、ある時にこうボンボンと出てくるわけですね。でこれをシミュレーションしてみなさいということになって、どういう式を立てる、そのシステムの量子力学的なシミュレーションできるんですけども、そのイベントがいつ起こるかと、平均的なことは分かるんですけど、イベントがいつ起こるかが分からないと。それでそのイベントが起こる感覚がどう分布してますかと、アンチバンチングとかバンチングとか、いろいろあるわけですけど、そんなことをやろうと思った時はちょっと難しいわけですね。でそういう問題があってですね、これはもう未だに解決してません。でそうすると、量子力学でいうイベントというのは何なのかという、大問題になるわけですね。でそれで、ある意味でその量子力学のですね、統計力学的な基礎付けというのがあり得るのかと、フィッシャーのインフォメーションをミニマイズと、いろんな方法、僕の友達のドラスさんだと、いろいろ考えて、これもまたなかなかチャレンジ。もう一つ最後残った問題ですけれども、先ほどの磁石ですね。磁石というのはそのヘテロな声でややこしいという話をしましたけれども、そのややこしいんですけども、サンプルになった、本当に製品になった磁石というのは、この磁石は例えば 1.2 テスラの保持力を持ってまして、本当にその時持ってるんですね。で元の物質は3テスラぐらい持ってるわけですから、もっとバラバラになっても良さそうなものに本当にある値を持っているということは、マクロな集合体が持っている集団の全体としての性質というのが絶対にそのあるはずなんです。でも磁石でちょっと面倒くさいですけど、一番分かりやすいのは砂の流動化ですか。砂というのはこうあって、普通は硬いわけですね。ガタガタガタ地震で揺れると水みたいになっちゃうと、あの現象はちゃんとやると必ず再現性があってちゃんと起こりますね。でもあれハミルトニアムなければ何もないわけですね。ですから統計力学だと扱えない。でも現象としてはちゃんとあって、我々やり方知らないだけですよね。ですからこれは絶対に将来の統計理学としてはやらなきゃいけない問題一つかと、ジャミング問題とか、こういうことも考えたりしてます。そういう意味で統計理学のエルゴード性の原理だとか、量子力学のイベントだとか、メタ磁性体、マクロな要素の集団運動というようなことが、これから統計理学の大事な問題じゃないか、そんなことも思ったりしてます。でもでここ今回最終講義ということですけれども、本当の最終講義、黒板でやる最終講義がこの間やった時の最後にみんなに集まってもらって写真を撮って、これが最後の統計理学の最終講義でしたということで、懐かしの写真でいうと、研究室だとか、卒業式とか海外訪問、同窓会、スタッドフィズ、いろんなグループとかこうありますね。これもほとんどパラパラ写真でこう見せるだけなんですけども、いろんな国際交流とかもやってきましたと、いろんなグループともやって、それでいろいろ共同研究者も、バンサンさんだとか、ドラーズさんだとか、あるいはシェリント先生とか、この間ワーナー先生も、今回我々ずっと研究を進めてきてですね、いろんな人とやって一緒にやってきたんですけど、一番ほとんどの研究で
ちゃんと手伝ってくれる西野君、そこに座ってますけれども、まあ、西野君にも非常にお世話になりました。まあ、ほとんどの研究の共同研究者でもありますから、まあ、改めて感謝したと。まあ、そういうことで、まあ、東大の式典、まあ、綺麗な、懐かしい、まあ、ということで、まあ、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。